昨日永井一郎さんが、はいはい、突然でしたけどね、本当に突然亡くなっちゃってね、日曜サンデーも来てくださってね、そうですよ、はい、でやっぱり私は本当に母親が実はその国立文化研究所っていうお芝居を昔やってたところに永井さんもいて、言ってみればまあ同級生みたいな、まあ同級生じゃないんですけど、まあ劇団、同じ劇団員の仲間だったっていう縁で、もう本当に子供の頃からですね、永井さんのお芝居行ったり、田中君も行きましたよね、学生で。行かなかった？僕は行ってないんですよ。あ、そうか、日芸の時もね、確か僕は仲間と行ってるんですよ。多分脱業かなんかじゃなくて。本目メルヘンっていうね、永井さんがやってたお芝居があって、それ見に行ったりなんかしてたんでね。びっくりしましたね。で、我々やっぱりね、まあね、まあ波平さんもちろんですけれども、なんつってもね、宇宙戦艦ヤマトの佐渡先生。佐渡先生ね。徳川機関長と二役ですから。ああ、そっかそっか。ね。佐藤先生がなんかね、沖田館長に敬礼するシーンをふと思い出したりなんかしましたね。そうですね。ね、だから本当にバリバリ現役だったじゃないですか。そうなんです。浪江さんだってね、別に全然普通にやってたし、あとTBS のたけしさんと安住さんのね、セブンデイズ、あれも毎週普通にナレーションやってたし、でね、日曜サンデーも出ていただいて、そういうこと、お父さんのね、お葬式もね、来ていただいたみたい。だから、ねえ、なんか、寒いともあんのかな、本当に、こう、ちょっとこんな、いろんな方が、ね、12月、1月、この、淡路さんとかさ、ね、亡くなっちゃってね。でも、よくよく考えてみて、本当に、昨日、考えてたんですけど、永井一郎さんっていうのは、僕はね、だから、その、本目メルヘンを見たときに、子供心に、ああ、この人、本当に、役者さんとして、だから、つまり、波平さんの声とかさ、そういうことで認識してるけど、まあ、声優さんですよね、今でいう。だけど、当時は、声優、今、声優になりたいって言って声優になる人は多いけど、当時はやっぱそうじゃなくて、本業は、まあ、役者というか、そのお芝居をやっていて、まあ、その、副業みたいな感じだったんですよね。だから、それが、まあ、そこに芸があったもんだから、その声優って、まあ、確立していく最初の人たちだから、まあ、その、お芝居見た時の表現力のすごさですよね。で、いつも聞き慣れてるあの声が、こう、ね、生である。聞き心地はいいしね、声は。で、こう、なんつうの？本目メルヘンっていうのは、本目に住んでる、その、今でいうホームレスたちの、なんかいろいろ涙あり、笑いありの、まあミュージカルなんですけど、そのね、なんつうのかね、こう、動き回ってあの声でこう、笑ったり、泣いたり。ああいうのがね、あ、すげえなと思ったんですよ。だからそう考えるとね、俳優としてやっぱり、そうですね。そうでしたね。そうだね。うん。